1866年12月12日、イギリス、ヨークシャーのウエストライディング、バーンズリーのステアフット近くのホイールミルのオークス炭鉱で、オークス爆発で361人の交付と救助者が死亡した。災害は、校内爆発ガスによって引き起こされた一連の爆発が採掘場を突き進んだ時、起こった。これは、ウェールズでのセンヘニズ炭鉱災害の後の、 イングランド最悪の鉱山事故。イギリスで2番目に最悪の鉱山災害である。オークスタンコの最初のシャフトは1830年代初頭に沈められた。1845年に2つの別々の爆発がこの炭鉱で発生した。どちらの時も地下にいる男はほとんどおらず、死亡した労働者は3人か4人に過ぎなかった。2年後に、 救済屈状内に蓄積された校内爆発ガスが発火、爆発した後により深刻な事象が発生した。地下の男のうち73人が死亡し、26人が救助された。その後、この炭鉱の換気に変更が加えられた。ダウンキャストシャフトはその側部の炉でアップキャストするよう変換された。放棄されたシャフト2本が株白層に一層深くされ、 ダウンキャストシャフトおよびドローイングシャフトとして使用された。アップキャストシャフトはディアーンダブーンガの近くにあったし、ダウンキャストシャフトは鉄道に隣接していた。炭鉱は約450エーカーに広がり、うち3分の2がすでに掘り尽くされていた。それは、お酒部の原則で掘られたし、1866年の爆発時点で約60マイルの壁があった。 バーンズ白層は厚さ約8フィートである。それはピット底は表面下280ヤードであるが、しかし著しく傾斜してそれは400ヤードに達している。バーンズリー白層は校内爆発ガスの噴出の傾向があり、時々使用されるジョーディトを消すのに十分であった。ある時、1500ヤードのすべてのランプが消された。ガスが不均一なレベルに集まったし、 採掘跡は校内爆発ガスでいっぱいであった。空気回路の長さは3マイルを超えていた。誘導通風はアップキャストシャフトから70ヤードのところの一体の炉から得られた。爆発後の調査では政府の検査官が炭鉱を数年間訪問していなかったことが判明した。オークス炭鉱の採掘場は1929年から1966年の 間に何度か閉鎖、再開されたバーンズリーメイン炭鉱の一部になった。地下でバロー炭鉱に接続されて1970年代に2番シャフトが人乗りに使用された。1991年にバーンズリーメインで生産が終了した。炭鉱のワインディングエンジンハウスと縦高々構造はグレード通指定建造物である。それらは 全国石炭庁によって1950年代に近代化されたワインディングシャフト構造の稀な生き残りであり、災害との歴史的なつながりを保持している。オークスはサウスヨークシャーで最も危険なピットの一つとみなされており、労働者らは自分らの安全を心配していた。校内爆発ガスの大量排出は普通なことであった。10年前に、 400人の強力な労働力は、経営の無能とされる者の,のために10週間ストライキを続けたが、飢餓が立ちはだかった時作業を再開せねばならなかった。1864年の激しい論争の間に、スト破りが使用され、ストライキしているコーフラとその家族は、家から立ち残された。ガスは男らにめまいを起こさせ、失神させた。男らは、 採掘跡近くで安全灯を取ろうとしなかった。トムリンソンによれば、アンダービューアーがところどころに、ファイアとチョークで書いていた。爆発後に出席した最高技師パーキン・ジェフ・コックは、保安係員が、ファイアと書いたことに同意したが、それは異常ではない、と述べた。12月初めの経営との打ち合わせで、男らは、ピットの換気が弱いと不平をこぼした。 環境を改善し、白層から放出されるガスの問題を軽減するために、岩を通っている豊洲高堂が、ピット堤近くからもっと遠い採掘場の方へ爆風された。横行はその日に終了すると予期された。1866年12月12日水曜日に、340人の男と少年が地下にいた石炭を切る最短府131人、石炭を シャフト艇に移動させるハリアーら馬方ら、移住スタッフとトラッパーら、換気ドアを開閉して、ワゴンを通り抜けさせるためにに雇われた少年ら。シフトの残り時間が1時間未満の午後1時20分に、爆発が採掘場を突き進んだ。周囲3マイルの近所全体が、まるで雷のような巨大な轟音を伴って地震が起こったかのように、揺れた。煙と破片の密な柱が2本。 ダウンキャストシャフト複数から紛失した。1番ピットでは爆風が巻き上げエンジンを損傷させケージを壊し、それをロープから外した。2番ピットではケージが巻き上げ櫓の中に吹き上げられカプリングを壊した。約5分後に換気が再開され、新鮮な空気がダウンキャストピットに引き戻された。1番ピット内のロープには別のケージが取り付けられた。 炭鉱所有者ダイモンド、アンダービューアー・テュワート、及び保安係員、シドンズが最初に降りた。彼らは、ひどく火けした被害者20人を見つけ、彼らはすぐに送り上げられたが、しかし14人は後に、負傷のために死亡した。別のロープが取り付けられた後、クーパー、ジョン・ブラウン、マディソン、ポッター、ケリー、プラッツ、ミント、オズボーンさん単の監視員1人、および、 周囲の炭鉱のその他の技術者らと代理人らが降りた。午後4時までにさらに61体が回収されていた。少人数の生存者は空気のいくらかあるシャフト堤に進んでいた。より遠い地区の人々は主に一酸化炭素である後ガスに倒れた。死者たちは家に連れて行かれた。爆発当時、救助者らは 交代で働いていた近隣諸炭鉱から来たボランティアらと職員らだけであった。汚れた空気のために表面に押し進んだ男16人は傍観者らから臆病さで避難された。居合わせた少人数の警察は群衆を制御できなかったし、群衆は縦港高校に侵入し、作戦行動を妨害した。警察官区長への電報一通が増援隊をもたらし、 その地域は一掃された。ダービー近くのダフィールドの単行技師、トマス・ウッドハウスに伝言が一つ送られた。オークスピットが燃えている。すぐ来てくれとあった。ウッドハウスは、ロンドンにいたが、しかし彼のパートナーパーキン・ジェフ・コックが答え、午後10時、前に列車で到着した。救助者らの前進は、天井の落下と後ガスのために制限された。遺体複数が、 採掘場の中にそれ以上貫きうるところで爆風によって損傷されているのが見つかった。日中、一番シャフトのためのロープとゲージが修理されたし、通風時切りが遮断壁を修理するために送り下げられた。ジェフコックは午後10時にピットの中に降りて、ミントとブラウン、ポッター、クーパーとプラッツに地下であった。ジェフコックはピットを安全にし、換気を回復する。 作戦行動を担当した。ミントは、オークスのアンダービューアーであって、それから近くの鉱山二つの技師になった。午前1時30分に、地下の男のほとんどが現れ、ミントがミスタ・スミスと共に降りた。ミントは、テュワートと偶然出会い、彼の指示に従って、石のドリーフトの橋に行き、そこで、ジェフコックと偶然出会った。作戦行動を監督している。 ダイモンドとブラウンは初日の終わり前に残りのすべての男が死んでいるに違いないと悟ったし、真夜中から地下作戦行動が実行された。パーキン・ジェフコック・ジェフコックとミントは遮断壁を確認しながら期間水平行動を歩いていった。途中で彼らは汚れた空気の大部分を占める窒息ガスの強力な噴出に遭遇した。午前5時直後にミントは上り、 遺体を回収するために、約100人の男性のパーティーを選び、組織した。ジェフコックは、効果的な換気を再確立しようとして、下に止まった。救助者らは、スミス、チカ・スチュワード・デビッド・テワート、ウィリアム・サグデン、フク・スチュワード、チャールズ・シドン、カフクカン、及び消防士2人、トーマス・マディン及びウィリアム・スティーブンソンに引きられた。 翌朝午前8時30分にハーグは地下でピット堤から約650ヤードの男の一行を担当するサグデンと働いていた。気流の方向が急変した。これは爆発の確かな兆候であり、男らはピット堤に急いで行った。サグデンを除く男全員は刑事の6往復で外に上げられた。男15人が通常は6人を乗せる刑事の中にいた。 ハーグは、死因審問で次のように述べた、空気が私たちを襲うのが分かり、私たちは再び、氾濫した。つまり、私たちは爆発の結果として、後ろにそして前に座れた。私はこれを知っていた。というのは、私は20年前の爆発の生存者の一人だからだ。ミントは何が起こっているのかを知るために降りた。彼は、デュアート・ニジェフ・フコックとスミスがどこにいるのか尋ね。 手短な探索の後、テュアとベーカーを呼び、シドンズと5分間を話した。彼は9時10分前に表面に帰り着いた。ジェフコックは、早い時期に鉱山が熱くなっていると思うという伝言を送っていて、シャフト温度を監視するよう助言していた。寒暖計が調べるため一つ下げられた時、9時5分前に2回目の爆発が発生した。 男らは後ろ向きに投げられ、一番のケージが爆風で、巻き上げ櫓の中にやられ、もうもうたる濃い煙が放出され、大きな燃えている木材が空中に放り上げられた。これは一回目よりも大きな爆発であった。ケージが一つ下げられ、直後に上げられたが、しかし、空っぽで戻った。地下の全員が死亡し、かつ遺体を回収するためにできることはほぼないことは明らかであった。 晩の午後7時40分に3回目の爆発は第2ピットダウンキャストシャフトから轟く黒煙を送った。ピットヘッドは不安全であるとみなされ、観客らは安全距離に移動させられた。ジェフコック率いる調査者28人は死んだと推定された。一方、ウィンザー城のビクトリア女王からの爆発と人命の損失を尋ねる電報が一通が届いた。 災害は大きく有名になった。12月14日金曜日午前4時と5時の間に第一ピット信号ベルが鳴った。鉱山疑志らが派遣され、ブランデー1便が下げられ、ボトルが取り外された。ケージが使えなかったために、間に合わせの合車が一つ設置され、小さな木ブル一つが取り付けられた。担当エンジニア、ジョン・ママットが自発的にシャフトを降りた。 別のボランティアが求められ、トーマス・エンブルトンもまた、父親の許可を得ておりた。シャフトは濡れていたし、彼らはずぶ濡れだったし、10中89降下するのに15分間かかった。彼らはサミュエル・ブラウンを見つけた、彼は前日朝からの24時間近くピットにいた、回収隊の一人である。彼らは採掘場の中に少し距離を思い切って進んだが、 しかし他の生存者は見つからず、採掘場が燃えているのが見えた。キブルの中で不安定にバランスを取る男3人が表面に上げられた。ブラウンはピットが発火した時自分はランプ室にいてしばらく意識を失っていたと説明した。彼は彼がベルを鳴らしたシャフト艇に向かって進んだ。12月15日土曜日にさらに3回あるいは4回の爆発が発生した。 炭鉱の検査官と政府の監督官との会合は、下の人々にはこれ以上何もできない。鉱山が燃えているなら、唯一の選択肢は消火するために、それを封印することだ、と結論した。次の月曜日12月17日に、シャフト3本を密閉する作業が開始された。1867年1月30日から11月5日まで。 それらシャフトを再び開いて安全であるとみなされるまで、それらで1時間ごとのチェックが行われた。トムリンソンは、この間に、彼がピットヘッドに行った訪問1回を記述している、1本のシャフトはいっぱいに詰まっていた、ドトクズで1杯。もう1本はワイヤーロープで吊り下げられ、約20ヤード下がった木製の足場があった。このケージに最初に藁などが、 次に小熱地にされた粘土が積もり、そのために一時的な鉄パイプからの小さな開口部を除いて、このシャフトも密閉された。ひとたびそれらシャフトが再び開かれ、換気が確立されると、それら遺体を回収する作業が始まった。ジェフコックの遺体は1869年10月2日土曜日に発見され、次の月曜日に埋葬された。 炭鉱は1870年12月に再開した。まだ地下にある150体が回収された。一部の遺体は身元確認を可能にするほど十分に保存されていることが同時代の報告では注意された。12月16日日曜日に観光客で満員の特別列車複数がリーズ、ベークフィールド、シェフィールド及びマンチェスターからバーンズリーまで走った。 炭鉱への道は観光客と乗り物でいっぱいであった。日本の主教が説教者であったバーンズリーの教会では特別礼拝が行われた。回収されていた遺体はアーツリー教会墓地の埋葬されたし、そこに35人が集団墓地にモンクブルットンに、そして新しい市営墓地に埋葬された。大規模な災害は地域社会に壊滅的な影響を及ぼし、 ホイルミルと近くの集落は、若いそして成人の男性のほとんどを失い、大勢の未亡人とさらに多くの不要子供たちを残した。オークスの災害は、炭鉱での複数の大災害の時に起こった。バーンズリーのあたりで1847年のオークスの73人の死亡を含むいくつかの大規模災害があり、1849年にワースバロでダーリーメインで75人、 1857年にランドヒルで198人。1866年にホイールミルでほとんど全ての男が死亡し、一部家庭は稼ぎ手のみならず、三内市四人の息子をも失った。この災害により、未亡人167人と12歳未満の子366人が残された。それは国家的災害であったし、 それら家族を支援する資金が直ちに集められた。ビクトリア女王は200ポンドを寄付し、ロンドン市長は基金を開設した。国の各地で資金が集められ、少額が個人から寄付された。オークス単行救済基金がバーンズリーに設立され、合計48,747ポンドが調達され、うち11,695ポンドは、 主市長の邸宅基金からのものであった。合計690人が救済の対象となったが、しかし1908年には2万7000ポンドが基金に残っていたが、家族への支援は不十分であった。一部鉱山労働者は、そのような突然の高い需要のコストに対処できなかった障害保険クラブに加入した。いくつかの地元の友愛組合は、 葬儀費用に対してメンバーに助成金を支払い、共同体の所有者は少量の一時的な援助を提供し、家族がピットハウスで無料で家賃を払うことを許可した。組合はまだ洋蘭期にあり、葬儀費用として8ポンド、未亡人には週5シリング、12歳未満の子供には1シリングを支払った。2019年の5シリングは2019年時点の55ポンドと、 同等である。13歳未満の子供一人当たり2シリング6ペンスが公的救済基金から支払われた。もし未亡人が再婚した場合、20ポンドのボーナスを受け取ったが、それ以上の利益はすべて止まった。死因審問は12月14日にホイールミルのオールドホワイトベア皇帝で開かれた。検視官はトーマス・テイラー少佐であり、十五人の陪審員が宣誓し、 一体16体の身元が特定された。手続きは12月20日にバーンズリーコートハウスに移された。死因審問は13日間続いたが、しかし鉱山労働者数人からの証言と爆発の2週間前に、経営陣にガスの存在について不平を言った代理人からの証言にもかかわらず、明確な結論に達することはできなかった。地区鉱山の検査官。 チャールズ・モートンは健康状態が悪いために死因審問中に辞任したし、彼の地位はランカシャーのジョセフ・ディキンソンに引き継がれた。ウィリアム・ギブソンは男らと経営の会合の前夜、ガスが彼の主人アンドリュー・バーカーのランプで発火し、そして彼は3時間半の仕事の後にノックアップされたという証拠を示した。ギブソンは四年か五年の雇用の後、爆発の前の日曜日に、 炭鉱の仕事を辞めた。夜の副官マシューハーグは100ヤードから200ヤードの間に16体を発見するという死因審問で語った。それらは全然焼けも焦げもしておらず、まるで眠っているかのように見えたと語った。ワースブロデールの鉱山労働者、ジェームズ・マーシュはハーグを通り過ぎようと努めたが、しかし空気がとても悪かったので戻らねばならなかった。 何が爆発を引き起こしたのか、何が最初の発火の原因であったのかを決定的に確認することはできなかった。一部生存者は主爆発の直前に例外的に激しい爆風について言及した。これは校内爆発ガスのポケット複数に点火したバーンズリー白装近くのドリフトを爆風したことによって引き起こされたかもしれない。最初の爆風が 校内爆発ガスと単純爆発を引き起こす連鎖反応の引き金を引いたかもしれず、それがピットの残りを破壊した。原因は決して正確に発見されなかったけれども、オークスタン港で17の爆発が記録された。非決定的な氷結が下された後、マスコミの反応には激しい非難と批判の弾幕が含まれていた。ジョセフ・リキンソンはマインズ・インスペクトレートを代表して、 1867年4月末に議会に報告書を提出した。内務省に災害と炭鉱一般の不安全状態に対する公式調査を求める請願が送られた。ディキンソンと炭鉱所有者らの代表一人は、庶民の特別委員会からインタビューを受けたが、しかし政府の対応は決して緊急でなく、1872年の 炭鉱法が施行される前にさらに12の爆発が発生した。アーツリーの記念碑1879年に災害で死亡した人々の記念碑がバーンズリーのアーズリーのクライストチャーチに建てられた。1913年に2つ目の記念碑がパーキン・ジェフコックと死亡した志願しての救助者らのために建てられた。1868年に議会は 炭鉱所事故という主題を考慮した。1865年から1866年の間に労働者2468人の死亡により、そのような事故を防ぐためにさらに多くのことがなされるよう、声を上げて求められた。それら事故が発生した後に、検査官らは訪問していたし、事故を防ぐために何もなされなかった。労働者から鉱山検査官への苦情は通例。 内容を有した。検査官の数の増加が検討されたが、しかし炭鉱がよりよく管理されて、初めて状況は改善することができた。未熟練マネージャーとその部下、地下の監督官は教育を必要としていた。災害により、炭鉱所有者らはインスペクションをより受け入れやすくなった。これはもし、 サブインスペクターが炭鉱を改善して労働者の安全を確保するための提案を行うことができれば事故や損失が少なくなるであろうからだ。それらピットでの大規模な人命の損失は王立委員会の発表につながった。最初の爆発で地下で働いていた340人と12月13日に 救助者27人が死亡したことに基づいて爆発により361人の男と少年が死亡したことが先生の上議会への2つの司令部報告で述べられた。この事故は1913年にサウスウェールズ丹田で439人が死亡したセンヘニズ炭鉱災害まで英国の工業史上最悪であった。オークスの災害は英国の炭鉱で 最悪のままである。2016年のダンバレーランドスケープパートナーシップによるボランティア研究プロジェクトでは383名のリストが作成されたが、ただしすべてが災害死と分類されたわけではない。死者の年齢は10歳から67歳の範囲である。ありがとうございます。